ハムも結構その中からいろんなそういうような毎回のことなんですが、一つの相手の場合、そこで結構なってあらゆるものの通じるようなものがある。それをどのくらい引かせるか。それにおいて大きくその内容がドローン、その技、そのだけではなくて、それを通しての愛想の心のあり方。これも一致しなければ、大丈夫である。でも我々の日本のこの千年の間違いを正す。これは我々の愛想の大変なことだと思いますよ。日本専門の武道の間違いを正していくことは、そこが早く人間の生き様を大きく変えるということになります。そういうものも合わせて、ね、まずは生のこそ、ね、いつも通りあの、ね、生のマスターが役に立って生のマスターが人間とは自分の生を消さないで、ね、そういう大きく普通はこうなっていると思います。我々はもうこういうわけを取らせます。こういうわけはもうほとんどない、こういう休暇さない。これデザインありますけど、最後の転換というと常に皆さんこういう感じをやったものなんで、そのデザインはまだこれで段階があります。と今はもうこういうのを修正します。なぜかというと、昔はこれをね、昔の武道というのはこうしたらどうしますかと、これを奪い返して相手を倒すことをしていたんです。要するに奪い返す。とそれは違いますよというのは相手は。そこが欲しくて来るものを奪い返してどうするの。それを与えなさいというのは相手は。これは違う。合わせてそれを説明するためにお宅と言って争うんじゃないと相手になるのよ。こういう教え方です。ここは段階で仕方なかったと思います。相手にならない。まあ、現代社会においてそういう姿勢は許されない。そうでしょ。人が来るのを無視して、そこに人は怒りますよ。これ数十年前の話ならば、大きく武道の世界を変えた。相手に対して戦うのを戦うの。相手なんかその構うなよと。利用し。とは現在ではそれじゃもう通用し。現代社会ではもっとみんな自分の技術も進んでますから、その程度の推しじゃ誰もなってますね。まして現代社会はそういうのあれじゃないですか。人は人としてお互いに認め合うから素晴らしい社会もある。お互いに否定し合ったら大変なことになります。時に相手においてはどんな人に対してもそれを大きな心を持って迎えなさいと言ってるわけですね。相手を迎えることですから追っ払うわけじゃないんです。まず相手を無視しろってことじゃない。正しく相手を認識し、そして一つ方向力を合わせる。そして大きな認識を二人で引き継ぎ合う。こういうふうになっていく。ですから、これはあくまでも、ね、この段階で。ですが、これはもう相手を伸ばすことには届かないんです。これは今の感じでこういったらこれは物にはなりません。多分、触れ合った時も常に相手のそういう一切のポイントができないからです。合わせこちらにしても倒せるんです。しかも、これはそういう形でこう入ってるんですが、これはもうそのまんま届かないです。そういうのってこれじゃないですか。こういう感じですね。今までこうだったんです。こういう形で、そのまんま、そういう感じでこう入っていけばそのまんま。どうぞ。
勝負はもう終わりなんですよ。なるほど、最近は中盤からの突き、または蹴り、こういうものに対する会話でもない。我々はこういうことをしながら、いろんな技の中にそういうことを、そして、ね、要求をする土台にして、勉強にも作業にもね、いろんな形でもっていうのを勉強するんですね。で、一つはその、とりあえず呼吸を、これを生かすためにどんなものを、この後の蹴りもそうですけど、初めの蹴りをどういったりどういうふうに、そしてそこを、はい、ありますからね。お前よくぶつかって怪我する人多いです。投げとこれの中ではあんまり気がない。大変気がするのは周りにぶつかって怪我する人多いです。それ鍵するんです。でこれをゆっくりやりますと、この段階さっき言った通りですね。体が寄りながら。これ寄らないとダメですよ。よくポツほとんどかじってしませんからね。体を寄せるっていうのはこういうような感じ。でこれは二行においても三行においてもそういうこういうことをしない我々に寄せるというこれのつけながら自分の体の力を全部使うんです。こういう形でやるとね上半身を使ったり下半身を4分の1使うんです、ね、こちら我々は体は全部の使うそういうですね注意しないと。武道というのは、とにかく相手が全て自分を上回る相手で力を持っている。それに対応して相手を制する。その力、これこそロスがあるといけないですね。ですから、体に対するからする、こういう練習しながら体を寄せる。ね、相手との相手と結び合わせようとです。助けるなどしていけない。自分の体を、相手にかなりその方向を。そういう形で、ちょっと同じ方法もこれも中段または上段の全部入っています。倒そうと思うと、受ける前に相手を倒せるようになっている。ね、相手の技ってみんなそうなっています。ただその相手を受けるように見せない。本当は受ける必要はないよ。取り合った人にいつでも相手を取り切れるようになります。ですからいつも勝ってそうです。ですから勝負する必要はない。勝つのが分かってそれをまだ叩いてしまう。これは許されるわけない。その力を持って相手を正しい方向へと大きく育て上げるのはこれからの動画に言われない人があるわけですね。あとはその力を持って相手をダメにさせる。我々はそうじゃなくてその力を持って大きく育てる。こういうとこにあるわけです。大変ですね。これ、ちょっと曲げる。あ、曲げる。これの方がいいですね。どうぞ。使わない。
本来できてあるというものそれが途中から突き替えられて競争してしまうんですよ。法律でこれは我々はそういうわけですから、そういうわけのものが作る、そういう段階でまずこの今稽古をやってるのはそのままの人で、ですからこの角度というのは、これ現代人として独創的なまず突き蹴る。これ最も単純な角度を要するです。この程度のものを通用する内容だったらこれはどうじゃない。おそらくアイスをやっている人たちが突き蹴るに非常にその不安を感じてらっしゃると思います。とはこんなものはもっと特殊な、これに対応できないような。今のこういうような手を出した段階、もうすでにあの段階でも十分対応できない、ね、今これはこういう形でただ半歩を日本にこの形ほぼ突き上げたわけです。あ、やっぱ、ね、手がね、これだけで、ここが入っているこれだけなんです。元に戻るやつ、そうなんです。ここは半歩入っているのはこういうですかね、と、こういう体勢、これこんなものなんですよ。見るとどんどん変わらないんです。これだけ評価が決まるんです。これだけなんです。それほどですから常に立ち上がることは流行るとか早く感じるとか、これはもう一切の反撃を許しません、ね、同時にもういつでも倒せるような内容ができないんです。だから北の方も北の人を倒してあと北の方もですね、これはそういうものを捉えた上によってそして、初めの相手をやるのは剣道です。剣道は正しく相手に知らせる。そして、下がです。これが正しい剣道を通す方法なんです。その下進めるように、散らすめるように努力をせずに、下が進む、下が進む。大変な努力を払わない、払わなきゃならないというのを今日見てしまったんです。こういうことになります。そういう形の変化は抜けば手はもう使いようのできる大変な強敵です、ね、それはそういう方向へ使っちゃいけないんですね。相手を正しく生かせる方向に使う、こういう後でこれ東方としてやりますからね、やりますでとりあえずそういうこれ普通やってるわけだと普通やってるこの体験になるともっとこれやってるね、やってもっとこういうそしてこういう形をしこうそこで殴って入る、もう殴って入るくらいだったらやるときにその時点でもう相手じゃなくなっちゃうんです。相手じゃなくなっちゃう一応殴って入るくらいだったらやる。そういうの必要ないのは、そういう形をなくすのは必要です。今日はその試合中にも、この段階に終わってるんです。普通にこう言っても、相手の方に行けないようになってる。これ知らせる形、何のためじゃないです。これ相手に知らせる人です。で、そして、同じ。これもいつもないと、顔を聞くのに、すぐ出せるから。回る。これを火をこう返して、こう持ってくと、これは頭が無理だったんですね。さっきのは、こういう頭の向こうに、ちょっと前に、頭の向こうに戻ってやる。こういう。これはまだもう一つ Aikido の剣の方法これなんです。違いますよね。歯はこっちなんで、こうやったら相手を突きつけるんですが、今までの日本千年間の波動的なこと、我々はこうなんです。人
人の進む道である人の前を切り払ってやる。一切こうじゃなくて、いつでも切れる体制を持つ。こうじゃなくて、我々の使う剣は人の進む方向を切り込むためですから、人の何でしょう、閉ざすためにするわけなんですね。そういう方向で、そういうところで、はい、手はこうやってもこうやってもですから構いません。大きな大きな犬回転ですね、丸い、そういうものを備えて、どうぞ。ですからどう入っても不衛意識に相手を取られちゃったんだから、あとはどう動いても相手を入りさせないとか、ね、一切の争いの様子を断ち切るのは悪い。だから、こういうことをしながら、ああいうですね、実際に、相手の前を使うことはほとんどないんです。相手との人を押し返す、また押し込んでいる、こっから途中ではないです。人を正すと迎え入れるのは相手。迎え入れるならば迎え入れる場を作る。はい。ですから、常に、そういう形の相手の方向を強くする。というのは、少年軍の実況から、青年軍の動きから、スパスにやってますけど、最も受け身の練習なんかないから、結構ですね、次やれませんので、大変早いとスパスにやるから、ですから実際はそういう内容を持っているんですね。相手に応じるというところです。そして常に相手を使うというね、スパスにない。戦う、戦争、争うというのは作らない。これは、はい、そういうものが全部入ってます。それじゃ、青水の方が全部入ってるのが、ただ、ここはそういうんですけど、大愛とで、大切です。ただ、こう、愛に応じるというところです。それが二人が一つになっていくんですけど、我々はこれを一番スペイン、いや、今度はね、今度はこの東方、これをやってますから、ちょっとお待ちください。前回りなんだ。そしていますそしていますそれは、忘れないです。あー、いいのか。2匹だ。黄色チームの大学は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 大どうぞ、持ってきてまあ、この後1票とか2票とか、あとにまだ中へ入れても、まあ、人によっては全然方法とまだ
情とか、これ全部バラバラにしているところがありますので、我々は一つのものです。アイキドは気持ちだけに情の形を強い蹴りに投げる。あの一つの基本技だけ全部ぐらいでいます。我々は別のものとして取りません。全部一つ。それはアイキドだと思います。そういうところでやります。これからの稽古もそういう技で進みます。ただし、そういう方法も入れない。なぜこの方法をやったのか。自分がの悪い姿勢が分かるためになります。これは決して我々はそうだったりじゃなくて、柔道の世界でも空手の世界でも全部分かります。日本人は悪い姿勢がない。これが男の悪い方、その蜂です。これ威張ってね、女性という蜂なんですね。その時点で、これでも脆いのがないんです。元は歩くと実は前が、まっすぐが一番楽しい蜂なんです。昔から日本は、内蜂すぎたの。外蜂すぎたのと、これ非常にマイナスでございます。走ったって、これだしかって、これ言い訳なくてもね、大変な、一歩でね、2センチから3センチずつやるんですよ。こういうふうに使うと、こういう使うと。マラソンみたいに、何万歩使うのが大変になりますよ、これ、距離が。おまけに、その受ける腹圧とかそういうものを、あれを条件変えたら大変な差になりますよね、これ。それはおまけにね、柔道なんかでこういう立ち方というのはね、打ち詰まった背負い、甲打ち、大打ち、みんな食っちゃうぞ、これ。金越し、みんな、ものすごく脆いんです。これ、空手同時もそうなんです。これ、非常に脆い。手本に来ると、脆いんじゃないかと。また、中間の早い、甲打ちからしたらね、力半分、もう半分死んじゃってます。だんだん、統一できない。また、こういう体勢が蹴りやってみようとしたら、これを使う。自分の体勢崩れますよ。ですから、そういうのを徹底的に直さないと。そういう意味で、ただ稽古の中で直すのは大変ですよ。あの短い時間の中でね、立ち方を直すのは大変なの。立ち方が、そしてその立ち方は、いわゆる前陣交代でさばき、それが達成できなくなれば、これは大変な、ね、修行の段階に下がっていますよ。ですから、僕はそういうものを直すために、方法をやれば自然と、ね、じゃあこういうあれありませんからね、まっすぐの中心の声が入ったので、そして前足と後ろ足の線を認知するどっかで混ぜ分けようこれはもう好ます、ね、中心極端にあの陸上のスタートみたいにねぐっとこうやるってやらなくて結構ですからね、あんなにあんなに極端すぎますからね。ですがあれを見て分かるとおり、ね、外側じゃないんですよね。内側なんですよね。そして、中心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 。あれ、同じようなんです。それをもっとこう、常に壊れて、引っ張られていくような感じですね。そうすると、常にこれなんですね。そういう体勢で、中心に違います。で、大体そういうことをやるのが、あの一番初めの、当面、そうすると覚えてください。手そのものの、我々は手を剣と使いますから。ですから、これは両面全部です。剣の場合も、2名、歯の両方を使いますので、そういう使い方は全部します。無論です。両方の使い。また我々は手を使う場合、これは小さく当然のことで、ですね、抜きて、ですね、開けない。ですね、こういうのが変わってきます。これ全部使います。無論、そういう操作をあれを通して正確にこういう意味だと言われています。我々は居合の居合じゃありません。正しくあの日本刀とはどういうのか理解しません。合わせてそういう面に対してはなれるということでやってます。よそでやる居合と我々の居合が違いますから、それを心得ていきます。よそおさみ格好つけてどうぞ本気があります。あれ、プッシュの人しかないんだよ。それで、今やったのは、回転投げのそれを使ったんです。アイテムの場合、投げ、今日言いますが、投げは大体 40%、60% ぐらいは抑えて、技を投げてますね。で、投げも抑えも全部一つであの相方なんです。これはアイテムの特徴というのは、アイテムは相手を倒すとおしまいするんじゃない。相手が改めたならば、元の
姿に戻して許してやるというのが相手の役割です。ですから、抑え投げ。実は投げ強の相手を研ぎ放す姿であって、柔道の投げと根本的に目的が違うということです。相手を許すということは前提になっています。昔の日本の武道とは許さん切って芝居、これだったんですが、あれはそうじゃない、許すこと。ですから、投げにおいても、相手を怪我させるような投げはいけないんですね。実際はあの前に全部入っているわけですね。あの前に。我々の投げの、投げ手が作り崩しかけ、三密体になって一つ技で見上がるんですよね。完成されるんですが。我々の場合、作り崩しが、当て身の呼吸を持って崩しているわけです。当て身の呼吸を持って崩している。ただそれを当てると、相手の大きな投げが当たりますから、ね、それは警護を続行できません。それを投げというような形で持っていくわけです。または抑えていきます。ですからこれはあくまでも許すというのが前提です。それを考えています。よく塩投げるわけで頭を出す喜びにあいつ頭を立てられ、あいつあそこに頭を出す。とんでもない話ですからね。それをもう、その場で入ったらそっと怪我させないようにしてあげるのが結構のことです。本当はもう前段階にするのがないのかな。ですから今のこの下げ投げの場合で、こうやってますね。これがまんまこういう部分の抑えなんですね。抑えなんです。実はこの中にも今我々くるくるこう回ってますね。こう回ってます。これをこういう形で持って入っていくとそのまんまですね。こういう抑えこの形になるんですよ。抑え。もうこの段階と抑え。頂点はもう。でも立ち倒せる内容になります。それをもっと簡単にすると、もっと簡単にすると、ね、もっと簡単にで簡単にするこういう形だ。こういう形でまあ、こう全体でちょうどこうなる。こうなる。はい。今こんなのはもう言ってみると次に対するこれなんです。まあ目。カッコのこれというのはね、これ平剣が2、そして2、これ全部入るんだ。上、下、上、そういう厚みが全部崩す前に、投げの前に、その呼吸でもって相手を崩しているわけです。柔道はあの運動の中で相手を崩しているんですが、我々の前はそれ後の呼吸でもって。ですから一発でもいつでも触れ合い瞬に倒せるようになっています。ですから新たな柔道よりも打つのが早いです。だがあの間相手の柔道の素晴らしい一つの研究、そしてあの谷川さんの独特なんです。その要素も我々にとって空手の当て身のあの当て身の素晴らしい、だから我々それを上回る十分そういうものがあって、相手の人は何がしの最大です。あの一挙手一投足の中に大変な内容のそういうものがあるんだ。でそういう人は欲しそうだから、そういう方法はいくらでもあるって言うんです。練習にいつでも倒せる内容ってことじゃないですか。その力を持って、もう少しこの形を持って、
これで少しやってみます。先に剣で。
はね、これはダメですよね、これは。膝なんです。ですから、こう入ったのは正面の膝です。この椅子からこう入ってですね。あの膝。大体、剣の場所は柔らかいとこうかなんですが、上は打ちますからね、硬いところは上手ですから、これは入る抜いたのが、ね、あるの動作もと思います。で、我々の場合は剣の場合は全然構えがないから、このまま上の具合もこのまま構えに一切ない。だからいつも行ける体勢に持っていきます。
パンチをね、前進した形で取ってはなかったはずなんです。前が取るがこの線がある。この位置からですね、頬を位置から、そしてここから、はい、ね、今度はこれをもっと極端に、ね、右に開いてます。今度はこれを完全にですね、突き上げます。そしてそこから入ります。剣でいう治療としての面に使え、剣道の方の使い方ですね。剣そのものがこの位置からですね、横に引きながらこういう形なんですね。峰の方に上げ流して一本目のコーヒーを変えたんです。今度は口から落とす、それをまあ次回からの稽古の中でね、次回からそれぞれの道具を見たら分からないと、今年度は来年度に向けてですね、稽古をやっていきます。2本目にしてくれ、少しやってみましょうか。どうぞ。その専業に自分の体を置かない、
手を引いたらもう誰かやるのは実際は手をもらってます。こう手をもらってこうやってますよね。その場合はこうね、持てるわけない。持てるわけない。持てるわけない。終わりなくですからね、それをわざわざ相手が草から持たせる。Aikido は値導く一つの。これを教えています。奪うんで、与える。そこに価値があるんです。現代社会において人に物を与えられるように、そしてしい人の物を取って喜ぶ、人に与えると喜ぶ。その差は大きいと思います。でもあまりも差がつくんですね。Aikidoは人に与える。そして、ね、奪い取って、ね、喜ぶ感じも全然違います。使わせたら相手が大変に大きくですから、それが臭がりがそういうことができない、それはない。よくはこれを取り入れさっきの相手に先生本当はそこにも入ってるわけです。で、これはカマポリスのこういう体制が終わっている。これ先にもこれ入ったまま終わってくれ入るの。ですから全然違うんですね。空手の段階だと払って俺ああよくやったって言われますよね。我々はこれはバカ野郎って言われますよ。そんなことはやるようですね。原点ですから相手は原点なんです。相手はこれ許されないんですか。人を支払ったら押しのげるってことはこれは相手じゃありませんから、ね、ですから相手は原点なんです。空手とかボクシングだったらこれは100点満点くれるんですよ。それほど次元が違いますね。我々はそういうものを踏まえてこれやってるんです。それを取っております。待てば、大変にするという形で、そこで、この中に剣の行の様子、そういうものを全部入っています。まずこれは落としてどうぞ。ネットを見ておいてますので、それに対応できないようになったら、どうしないです。あれはそういうのを踏まえた上に置いてくれ。話す相手に持たれるからどうしますかっていうのは過去の武道形態のこの感じだった。昔はね、こう捕まったらどうしますか、その奪う方法を奪い返す方法を教えたのが武道だと。我々は全然違います。奪い返す方法じゃなくて、さっき言いました、与える方法、与え方を言っているわけです。どうせ人に物を与えるなら価値あるもんです。これは与えると難しいんですよ。いかな与え方をすると帰ってないとダメですよ。どうせ与えるなら相手に喜んでもらえる価値ある、いわゆる相手がそれに応じて大きく、ね、生まれ変わる、大きく生きていかれるような与え方、これが必要なんです、ね、だからそういうような、その心の表れとしては我々は持たせて、ね、与えにするか相手のね、ですから世話の段階で勝負はもう終わりになっているというふうに。ですから俺は立っておって、ああ、あれの体が死んでるよよく言うんですね。もう本当はあいつはやられてるんで、あれ死んでるよよく言います。だから死んでる形じゃいけないんです。どうせ生きていない。生きて、あって初めてね。だから相手とってのは、何も柔道、剣道からって、これも対抗するためにあるんだよ。汚染しないかように、あらゆるものに生命がこれなんです。今、教育化された柔道剣道からというあのままで、子供世界に強すぎ、これも強すぎます。ただ目の強すぎます。彼ら真の子供の心がどこにあるのかと、正しく理解させない。本当の意味の子供の心が生きています。彼らの心の中を、ね、知らせめるのも心なんです。人を倒すと終わりじゃない。そういうものの楽しさを広く。そして、新しい行為を受けなきゃ、そういうわけにもなります。我々はそれを下そうと、体力としてすることができます。で、今のこの人形のこういうような場合、さっき言った通りね、違う団体って非常に単純なああいう形で、もっとあの一瞬くらいで、それで終わりになっているわけです。ですから、元の間この、こうやった段階で、この足が上がるようでもいけない、これも来るようでもいけない、こうなったよ状態で動
状態になることで、これがね、足は上げようがないんだ、これ。こうなって足上げる。上げようがないんだ。これやっても相手はくっついますよ、これ届かない。あの、触れ合ったときにする、そういう。それが、こうなってもダメでしょ。水温、水温、水温、水温ですよ、これ。磨くちゃうんですね。たった自分は相手に寄るだけでいいんですね。それをやらずに間を取ってしまうから相手は苦しむんですね。しかも触れ合いの大事さってことになります。触れ合いを大事にしてください。我々のあれぶつかりじゃないんですよ。触れ合いなんです。触れ合いで、昔から日本の言葉でね、触れ合う多少の意味物の弾みを示す、その、それを大事にする人間が障害と言われます。それを断ち切らないように、このフライを大きく持って支えていける。我々はそうあり、我々は敬語においてですけど、そして最後にするよ、フライを大きく素材として結び合わせ、これをやっているのは、それを確認するのが我々は Aikidoなんです。Aikidoは結び合わせる、それなんですね。これやる大事です。そしてお家も育てながら結びますね。これやって、これやって、それぞれで手取りの面ないことになります。まあ、将来正面と横面、これも大きく変えなきゃならない。でそれ突きとかそういうものを敬語の中で全面で取りなきゃならないタイプだと思います。ですが今からそういう考えでやるならこんなの簡単にもそれやると言っておきますから、これ心配です。ただそういうところに身を注いでいないと、これは大変なことになりません。というふうになりません。我々は相手を持つのは、あらゆることも持つのも、今のこれも剣というわけ、両手があるでしょう。そういうものは全部ない。実際は寸胴と言うんですけど、それが許されないんだろうと言って、ブロークの家を覚えるんですよね。いくら人間やってもでも良くないんですよ。これはこれなくなる、これは動かんない。今回、実際はという気にしていない。弱い人の変な量だと言ってガッツンガッツン使ってますよね。あんな方が相手の量ないんですね。100年古い日本の武道を再現です。こんなの恥が入る。我々の場合は一瞬一瞬にしても変かけるスメになってくるんですね。
今日のあれはベガスが実際に駆け足していきますからね。はい、頑張りましょう。